9月11日の朝、ジャララバードから緊急の電話があり、米国でのテロ事件を伝えられた。テレビが未知の国アフガニスタンを騒々しく報道する。ブッシュ大統領が強いアメリカを叫んで報復の雄たけびを上げ、米国人が喝采する。皆何かに取り憑かれているように思えた。私たちの文明は大地から足が浮いてしまったのだ。それが無性に悲しかった。あの状態で、あの地域で空爆を行うというのは、まずその現場におる者として考えられない状態だったんです。それは目の前で人が死んでんですよ。で、そういう人たちを助けに来るとかね、それならまだしも、で、そういう人たちのように爆弾を落とすなんてね、信じられないような。この時、アフガニスタンは100年に一度と言われる大干ばつに襲われていた。飢えと渇きがすでに多くの人々の命を奪っていたのである。中村哲は医師として何ができるのか現地で考え続けていた。診療所を100個作るよりも用水路を1本作った方がどれだけみんなの健康に役立つかわからないというのも、まあ、医者としては思いつきますよね。中村は白衣を脱ぎ、乾いた大地を潤す用水路の建設に乗り出した。アフガニスタン、茶褐色の動かぬ大地。ロープを共にして水を得て喜び合った村人。尽きぬ蚕の中で確かなのは、バクバクたる水なし地獄の修羅場にもかかわらず、アフガニスタンが私に動かぬ人間を見せてくれたことである。あれから15年、干からびた不毛の大地は今、緑の翼屋へと姿を変え始めた。戦乱の山のアフガニスタンで干ばつと戦い続けてきた医師中村哲の記録です。私たちが中村を撮影し始めたのは1998年。中村はアフガニスタンの山岳地帯に新たな診療所を建てようと考えていた。この地で長年にわたり医療活動を続けてきた医師中村哲。中村とアフガニスタンの出会いは今から32年前に遡る。1984年、国際医療 NGO の医師としてアフガニスタンの隣国パキスタンに派遣された。そこで出会ったのが
戦乱の続くアフガニスタンから逃れてきた難民たち。ふるさとに戻っても医師も診療所もないと知った。まあね、この普通のドクターだとか医療関係者でね、この状態見てほっといて逃げれるという人はどうかした人でしょうな。他に誰もないならね、やっぱり目の前で困ってる人を見捨てるわけにはいけませんよね。1991年、中村はアフガニスタンに診療所を開設し、医療活動を始めた。拠点としているのは東部のナンガルハル州。しかし活動はやがて一つの壁にぶつかることになる。2000年の夏、中村のもとに深刻な症状の子供が次々に運び込まれた。それから衛生状態が良くないと、あれでも水で洗うだけでかなり良くなるんですね。しかしその今それがなかなか言えない状態であるというのは、水そのものが欠乏して、こういうところにも影響が出てきているということなんでしょうね。原因はアフガニスタンを襲った歴史的な大干ばつ。これひどいな。これはもう難民化でしょうね。もう難民化始まってましたね。今もう中村が村を回ると、飲み水のための井戸が完全に干上がっていた。水が出る数少ない井戸には人々が殺到し、わずかな水をめぐり争いが生じていた。干ばつは農業にも壊滅的な打撃を与えた。全国で400万人が飢餓戦場をさまよった。そんな中で起きたのがアメリカでのテロ事件だった。どこをあれした攻撃した？カンダハル。カンダハルでした。アメリカはオサマ・ビンラディンの潜伏先とされたアフガニスタンを報復攻撃。中村と日本人スタッフは隣国パキスタンに避難した。中村は当時の胸の内をこう綴っている。自由と民主主義は今テロ報復で大規模な殺戮戦を展開しようとしている。おそらく累々たる罪なき人々の屍の山を見たとき、夢見の悪い後悔と痛みを覚えるのは報復者その人であろう。瀕死の小国に世界中の超大国が束になり、果たして何を守ろうとするのか、私の素朴な疑問である。空爆開始から3ヶ月、タリバン政権が崩壊すると中村はアフガニスタンへ向かった。数千人っていう規模
パキスタン側の国境付近は空爆によりふるさとを離れたアフガン難民たちであふれ返っていた。難民たちに対し国連は帰還プロジェクトを開始する。一家族あたり現金100ドルと食料を配給し、アフガニスタンへの帰還を促した。これにより周辺国にいた380万人のうちおよそ半数の180万人が復興への希望を胸に帰国した。しかしアフガニスタンで中村が目にしたのは途方に暮れる村人たちの姿だった。豊かな穀倉地帯だったナンガルハル州の田畑には何一つ実りがなかった。生きる術を断たれ復興どころではなかった。この干ばつのひどさというのはですね、長老に聞いても数世紀なかったんじゃないかと思われるぐらいひどいもんなんですね。で、まあこういう地域がアフガニスタン全土に散らばってるとすればですね、当然食えない人がまたカーブルだとか大きな都市にとどまるか、あるいはまあこのまた難民化、再難民化するという現象もうすでに始まりつつあるわけですね。だから160万人帰ったといってその帰ったよかったでは済まないと思いますね。今一番必要なのはどういうことなんですか。やはり、まあ、はっきり言って食うことですね。他のことは、まあ、語弊がありますが贅沢な部分としか私は、まあ、この状態を見れば思えないですね。中村は白衣を脱ぐ決意を固めた。食料と水こそがアフガン復興の礎、用水路の建設に乗り出すことにしたのだ。中村のもとには活動を支えてきた日本の NGO ペシャワール会に寄せられた寄付金およそ3億円があった。食料生産上がらないから栄養失調になる、だから水が汚い、で、まあ、下痢なんかで簡単に子供が死んでいくわけですね、まあ、そういう状態を改善すればこの医者を100人連れてくるより水路1本作った方がいいんですね。病気の予防という観点からすればこれはこの水路1本が医者何百人分の働きをするわけで、まあ、これも、医療と、まあ命を大切にするという意味ではですね、決して理屈じゃなくて直結しているわけですね。だからもちろんその医療が無駄だとは決して言わないけども、はい、その背景にあるものを断たないと決してこの病気というのは減らない、悲劇は減らないんですね。わあ、前よりだいぶ水量が増えてますね。中村が用水路の水源として目をつけたのはアフガニスタン有数の大河クナール川。7000メートル級の山々がいただく氷河を源流とするこの川は干ばつの中でも1年を通じて枯れることがなかった。Actually, this is a wrong map. Yes. And saying that we can get the water rather this side. クナール川の水を用水路で荒れた田畑に引き込むことができれば、農業が再開できるのではないか。中村は設計図の制作に取り掛かった。
しかし土木技術や用水路に関する知識は全くない。In that speed, that sand and mud will not go down. Yes, that is good for interval for us. Yes. I'm a doctor, medical doctor. I consulted a specialist. 日本の専門書を参考に自分で図面を引いた。まずは最初の2年で12キロの用水路を開通させることを目標にした。So in the beginning, it is not a shame to make a hammer. 中村の構想、緑の大地計画。用水路はクナール川を出発点に干上がった大地を通って最終目的地ガンベリ砂漠を目指す。完成すればおよそ3000ヘクタールの田畑を潤すことができ、10万人の生活を支えられる。無謀とも思える計画にスタッフから不安の声が上がった。それでも中村の意志が揺らぐことはなかった。 You people every day hundreds of children are expiring.And as well as so many people are suffering from the diseases because of the shortcoming of the borders. Just our target is the lives of the people itself. So the success of this canal project, as well as dam project over there, is the key for our future.2003年3月、ついに緑の大地計画が動き出した。足りない人員を補うため、中村は周辺の農民たちに参加を呼びかけた。半信半疑ながらも田畑がよみがえることに一縷の望みをかけた農民たちが協力を申し出た。参加する農民の数は日に日に増えていった。噂は広がり、難民キャンプなどに避難していた人々が遠くからも通い始めた。働いた人たちにはおよそ240円の日当が支給された。干ばつで農作業ができない彼らにとって、家族を養う唯一の支えとなる。中村は用水路の出発点となる取水口の工事に取り掛かった。取水口とは川から用水路に水を引き込む入り口。失敗すれば用水路に水は流れない。ここで最も重要なのが、水を安定して引き込むための仕掛け作りだ。
用水路に水を取り込むには、川の中に構造物を作る必要がある。それによって川の水が押し上げられ、用水路に水が流れる。この構造物を堰という。この日中村は取水口の上流に堤防を築いていた。堤防で遮ることで川の流れを中州の向こうに押しやり、堰の建設地に水が来ないようにしようというのだ。そうすれば堰の工事をスムーズに行うことができると考えた。川に次々と土砂を投入していく。中州まであと20メートル。ここで予想もしない事態に陥った。これ以上堤防が伸びなくなってしまったのだ。直射、直射、直射。ザザ。バスで、バス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 。いくら土砂を入れても流され、積み上がらない。中州との距離が縮まり、川幅が狭くなると、川の流れは予想を超える激しさとなっていった。中村は次の手を打つことにした。重さ800キロのコンクリート資材。これならば流されずに川底にとどまるはず。しかしクナール川の急流はそれさえも押し流した。これが転がっていった。800キロ、800キロ転がるのか。転がってましたよ。ちょうど砂糖転がるように。本当。圧倒的な大自然の威力に中村は設計を見直さざるを得なくなった。その岩盤とこの向こうの道路。計画では次の春までに取水口を完成させることになっている。残りあと2ヶ月。2ヶ月で終わらせるって大変ですよ。そうですね。それはですよね。春になり雪解け水が流れ始めると水の勢いはさらに増し、工事は次の冬まで先送りするしかなくなる。一方、用水路の入り口では護岸工事が進められていた。強い水圧から守るため中村はジャカブを取り入れた。江戸時代から日本で使われていた伝統的な治水技術だ。鉄線で編んだ籠の中に石を敷き詰めた簡単な構造だが、その強度はコンクリートに劣らない。石と鉄線さえあれば作れるため、壊れてもアフガン人自ら補修できるのが最大の利点だ。農民全部がですね、全てが石工と言ってもいいぐらい、というのは日常生活の中にもう石造りのものが溶け込んでまして、自分たちの家、それから畑の垣根、そういうのも全部自分たち石で作るんですね。今後用水路を現地の人たちが維持管理していけるよう、
中村はあえて伝統的な工法を選び取っていた。この頃アフガニスタンではタリバンが再び活動を活発化させ、治安が悪化していた。中村が活動するナンガルハル州でもタリバンと米軍による戦闘が散発していた。建設現場の前にテロ掃討作戦に向かう米軍の装甲車が頻繁に通るようになり、作業員に緊張が広がった。中村はある時米軍のヘリコプターから突然機銃掃射を受けた。全体で私が見たのは5機だったです。でそのうち2機がプロペラ1つのやつでした、ね、まあ攻撃用というんですかね。それが旋回してきてここを、機銃掃射したわけですね。危なかった、ね、戦乱の中でも干ばつとの戦いは続いた。中村が頼りにするのは40度を超える炎天下でも働き続けるアフガニスタンの男たち。もともとタリバンの戦闘員だった者やかつて米軍に協力していた元傭兵たちも今は武器をツルハシに持ち替え加わっている。自分たちの手で国を立ち直らせたい。また農業をやりたいんだ。農業ができるようになれば子供に食べさせることができる。出稼ぎに行かずに家族と一緒に暮らせるんだ。まあ、極端な話がこの今治安が悪いと言ってますけれども、泥棒に入る人だって強盗に入る人だって別にこの遊び金が欲しいわけじゃないんですね。家族を食わせるがためにこの、人のものに手を出したり、それから傭兵になって米軍の傭兵になったり、あるいはこのタリバン派反タリバン派の軍閥の傭兵になったりしてですね、食わざるを得ない、まあ、そういう事態は、まあ、やむを得ず、まあ、そうするけれども決して誰も望んでないわけですね。ともかく平和に家族がみんなに一緒に折れて、そして、まあ、飢饉に出会わずに安心して食べていけることというのが、この何よりも大きな願いというか望みじゃないですかね。乗り越えなければならない壁がまだ残っていた。クナール川の急流の中でどうやって取水口の工事を進めていくのか。水流は向こう側に移って模索し続けた中村はある答えにたどり着いた。で着想は筑後川の山田関と全く同じなんですよ。そのヒントは中村のふるさと福岡県にあった。山田関、200年以上前に完成し、現在も暴れ川と呼ばれる筑後川で崩れることなく一年を通じて安定した水量を用水路に送り続けている。重機もない時代にどうやって先人たちはこの堰を築いたのか。
これは江戸時代に描かれた建設中の山田堰の絵図。堰の先端部分が取水口から斜めに伸びていることがわかる。ここに堤防で川の水を遮断しなくても急流の中に直接堰を作れる秘密が隠されていた。川の流れに対し直角に堰を築こうとすればまともに水圧を受け堰は壊れやすくなる。川の流れに対し斜めに堰を伸ばすことで水の抵抗を分散しながら工事を進めることができるのだ。中村は堰の工事に取り掛かった。山から巨石が次々と運ばれてくる。この巨石を山田堰に倣い川の流れに対し斜めに置いていく。巨石が川底にとどまり堰となる。急流の中でも堰は順調に伸びていった。作り始めて1ヶ月、工事は山場を迎えた。これから川の一番深い地点に堰を伸ばさねばならない。えりすぐりの巨石を投入する。石が水面から消えてしまった。水深は優に5メートルを超える。次々と巨石を投入する。重機に乗らないほど大きな石を転がして運んできた。重さおよそ5トン。巨石が水面に姿を現した。一番深い部分が巨石で埋まりほぼ予定の地点まで到達した。一番大変なところは乗り切ったって感じですね。そうですね、一番深いところを越して。いやすごい、やっぱり急がばもあれで。江戸時代の技術書に書いてあった通りですね。全長220メートルの斜め堰がクナール川に姿を現した。メルバニ宣言条例。これで取水口の準備は整った。設計を見直してから2ヶ月、川の水位が増す雪解けの季節にギリギリ間に合った。果たしてこの堰でクナール川の水は無事に用水路へと流れるのか。着工から1年、用水路を 1.6 キロまで掘り進めたところで中村は水を流してみることにした。
クナール川の水は水門を通って用水路へと注ぎ込んだ。水は順調に流れ、乾いた大地を潤していく。よかった。おい、身においで。声かけてください。中村は荒野を流れる美しい用水路となるよう、真珠を意味するマルワリード用水路と名付けた。翌日、思わぬ事態が発生した。シーラーのレーバーは、取水口から 1.2 キロ地点の水路が決壊していた。これは泥を置いてる。川沿いだったため埋め立てた地点だった。ジャカゴの隙間から水が入り込んでしまいました。その下が岩盤ではなかったので、泥が溶けてジャカゴが倒れたのです。事態を聞きつけた村人たちが続々と現場に駆けつけた。男たちの動きは素早かった。私はあっけに取られて見ていた。彼らは本能的に地盤の弱点を見抜き、回収のやり方を知っているのだ。流水と土石の性質を幼い時から会得し、この乾燥地帯で生きる術を身につけているとしか思えない。現地農民の驚くべき勘と根気は、今後の作業を進める上で大いなる自信を与えたのである。その後も用水路を掘り進め、できたところから水を流していった。着工から7年、用水路はついに最終目的地ガンベリ砂漠に到達し、総延長25キロの用水路が完成を迎えた。中村は用水路の両岸に柳を植えた。柳の根はジャカゴの石の間を通って根を下ろし、護岸の役割を果たす。せせらぎの傍らに涼しげな緑荫が広がった。そして春、用水路周辺には緑の小麦畑が一面に広がっていた。干ばつにより干上がった大地が広大な緑の畑へと姿を変えた。ふるさとを離れていた人たちが続々と戻り始めた。
実りの秋。かつて不毛の地だったガンベリ砂漠に黄金色の稲穂の波が広がっていた。これまで用水路を掘り続けてきた男たちは今米の収穫に汗を流す。マルアリード用水路は5つの村落にまたがり、およそ10万人の人々に恵みを運んだ。我々は次の世代に何を残そうとするのか。砂漠が緑野に変わろうとする今、木々が生い茂り、羊たちが水辺で憩い、果物がたわわに実り、生きとし生けるものが和して暮らせること、これが確たる恵みの証である。世界の片隅ではあっても、このような事実が目前で見られることに感謝する。さらに中村は村人たちのたっての希望を受けて、ある施設の建設に取り掛かった。イスラム教の礼拝所モスクとマドラサと呼ばれるイスラム神学校だ。アフガニスタンの人たちにとってモスクは礼拝の場であり、心の拠り所でもある。人々が集い、時に村人同士の揉め事を解決するなど、地域コミュニティの中心的な役割を果たす。本当に嬉しいです。モスクができればお祈りができるし、本当に素晴らしいことをしてもらって、みんな喜んでいます。この頃、米軍などがモスクやマドラサをテロリストの温床とみなし空爆していた。中村がそうした風潮に抗い、地元の人々の依頼をあえて引き受けたのには理由があった。水が来た時ももちろん喜びましたけれども、モスクが立つと聞いてもっと喜んだんですよ。で、これで解放された、解放されたって言って、で、どういうことかっていうと、それまでですね、自分たちが営んできた、伝統的な生活が全て外国軍の進駐によって否定されてきたわけですね。イスラム教徒であることが悪いことであるかのようなですね、一種のこのコンプレックスが支配してたんですね。しかも周りがああやってね、イスラムイスラムで、なんかもう打滑の方というムードの中でね、やっぱり地元の人たちが元気が出るにはというのはありましたよね。一肌脱ぎましょうかというのは。
着工から2年、25キロの用水路の中央に位置する集落に、収容人数800人の巨大モスクが誕生した。マドラサにはおよそ600人の子どもたちが通っている。授業料は無料で、イスラム教のほか国語や算数などの一般科目を学ぶことができる。この日行われていたのは3年生の国語の授業。子どもたちは一語一語身の回りにある危険について学んでいた。この日、用水路とモスクやマドラサの完成を祝う式典が開かれた。中村はモスクとマドラサの運営を地域の人たちに託した。アフガニスタンで用水路の建設を始めて12年、マルアリード用水路はさらに伸び、総延長27キロとなった。かつて死の谷と呼ばれ、草木一本育たなかったガンベリ砂漠は広大な緑の大地へと生まれ変わった。村では農作物の加工が始まった。工場では畑で採れたサトウキビから砂糖を精製。長く途絶えていた地域の特産品黒砂糖がよみがえった。スイートリスイート。畜産も再開、チーズなどの乳製品の生産が始まっている。さらに週末には市が立つようになり、再びにぎわいを取り戻し始めている。この地域の村人の多くが、用水路ができたことで治安が良くなり平和が戻ったと実感している。ダワリアルザイトウルシギガンビリトウルシギカルチョプロズガーティグラプターシウズセコンチェデジャンデゾンチョプロズガーサラバンディムガアウチェサレウワジェシュアガハドマンヨデデデウズヤガデペスウダウフォルヘデデバレジジジャンデチェヘデマラシュウマスウエセギジャンデ。干ばつの中、
母親の胸の中で次々と命を落としていった子供たち。それから15年、白衣を脱いだ中村が追い求めてきた平和な光景が広がっていた。これは平和運動ではない、医療の延長なんです。で、医療の延長ということはどれだけの人間が助かるかということなんです。で、その中で結果としてですよ、結果として、確かに我々の作業地域60万人前後の地域ではこの争い事が少ない、治安がいい、麻薬が少ないということが言えるわけで、これが平和への一つの道であるという主張は私したことは少ないと思います。ただ戦をしてる暇はないんですよと。その戦をするとこういう状態ますます悪くなるんですよ。で、それにはやっぱり平和なんですよ。で、それは結果として得られた平和であって、平和を目的に我々してるわけではない。マルワリード用水路をはじめ、これまでに中村が工事や修復を手掛けた用水路は計9カ所。ナンガルハル州の3つの郡にまたがっている。これらの用水路によって潤う田畑の総面積は1万6000ヘクタール。実に60万人の人々の命を支えている。中村が作る用水路のシステムは東部ナンガルハル州に根付き始めた。国連機関や JICA との連携も始まっている。アワルズワンドゥンパカレギ、ズワンドゥンパカレギ、トーパクモパクナパカレギ。